AKB さんのね、元メンバーさんの山本さやかさんが弾き語りで歌ってる映像とかが YouTube にあったりとかもして、よく見てたんですけれども、こちらもね、時代がちょっと経っても今も人気のあるいい曲だと思います。ですね、こちら365日の紙飛行機という曲をやらせていただきたいと思います。365日の紙飛行機お届けさせていただきました。